どうも皆さん、こんにちは。本日はですね、ジャリジャリさんの写真集スーパージャリジャリ発売記念イベントにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます、ジャリジャリさんの後輩にあたります、4年目で元アナウンサー芸人ラフレクラ西村と申します。お願いします。ありがとうございますね。知ってるよなんて方いらっしゃいますか？知ってる、ありがとうございます。逆に知らないよって方はこれから知ってください。お願いしますね。よろしくお願いいたします。ほとんどの方が初めましてなのでね、今日はよろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、僕がここでうだうだしゃべっても仕方がありませんが、これフラッシュ本当に今大丈夫ですか？これ需要のある写真じゃないと思うんですけども、大丈夫でございますか？よろしくお願いいたします。さあ、ということで、早速ですね、今日は主役の方、そしていろんな方に登場してお話をたくさん聞きたいと思います。さあ、それでは早速お三方に登場していただきましょう。構成作家の倉本さん、そしてジャリジャリのお二人でございます。拍手でお迎えください。お願いします。一気に花が出ました皆さん。さあ、まず乾杯ですね。これ以上入らんというぐらい。結構スペースありますね。消防にも引っかかるぐらい。引っかかるぐらい。シッシーじゃないですか。キャーとかめっちゃうるさいな。耳鳴りでも聞こえない。あんまりですね。おとなしいように。さあ、ジャリジャリのお二人、まずはどうですか、このイベントを開くにあたって、ようやく発売となりました。そうですね。これ撮影したのも半年以上前、やっと撮影販売にこぎつけたなっていう思いですね。まあいろいろありまして、この写真は過激すぎるからダメだと思うのが数ページ出てきまして、印刷をし直したという。なのでこんなに延期してしまった。そうなんです。なるほど。で、まあ正直やっぱこう表紙もなかなかインパクトがあるんですけど、これは恥ずかしい気持ちもありますが、個人的にはとても気に入っている写真集なので、自信を持って皆さん見てほしいなと思います。なるほど。さあ、皆さんも気になるところではありますけど、倉本さん、ジャリジャリさんのこの写真集発売、どういった経緯でまずこのようなこう刺激的な写真集でしょ？なんでやねんって、私は本当そうですよね。毎週金曜日にですね、夜の10時からニコ生でジャリジャリのコント会議っていうのを僕ら3人でやってるんですよ。そこではそのジャリジャリが今までやったことないことを試したりとか、新しいなんか笑いのね構造とかを生み出そうと思っていろいろとなんじゃかにしゃべりながら、楽しい番組やってるんですけども、その中で、僕たちが、即興コントのイベントをやり始めたんですね。ですごく面白い、なんか今までにないような形のものが出来上がりつつある中で、もっとこう皆さんに知ってもらおうと思って。ポスターからね、かっこいいの作りたいなとか聞いてたんですよ。その流れで、アートディレクターの千原哲也さんがゲストに来てくれまして、そこで喋ってたら、千原さんがですね、レスリーキーとかに写真撮ってもらったらいいんじゃないですかって急にパッと簡単に言うたんですよ。そんな簡単できるのってないですよね。ノリみたいな感じですよ。ノリでめっちゃノリだったんですよ。レスリーキー撮ってもらったらいいんじゃないですかみたいな。そんな簡単できるの？いや、よく知ってるんで今電話しましょうかみたいなことって、生放送中にレスリーの、社長さんに電話して「でいいよね」とかって言ったら社長さんも何には分からへんけども「まあまあはあはあ」みたいなそのまんまここに突入したということですよ。じゃあジャリジャリのお二人はなんか知らん間にどんどん目の前で。そうですよ。だからポスター撮影のつもりで行くじゃないですか。で、まあ、一応レスリーはそのヌードとか得意なんで、一応心構えとして脱ぐ覚悟だけはしてスタジオに来てくださいしといたら、違うわけですよ。違うわけで行ってうわーって撮ってて、気ぃ付いたらもうお互いの股間握り合ってました。そうなんですよね。もう撮影も15分ぐらいで終わる予定やったら2時間以上撮影して、レスリーも乗ってきたみたいでバシャ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 800枚以上撮って、で途中でもこれ写真集にした方がいいよみたいな話になってきてね、持たない持たないでね、ポスターだけはそうなんで、なるほど、あっという間にね、だんだん1枚脱ぎ2枚脱ぎみたいなどんどんなっていってね、全部出しましたね。全部出して形になるもんなんですね、これね。内臓まで出しそうになって。いやでも大げさなんじゃないですが、直腸はいけるんちゃうかっていうぐらい、直腸ちょっと映るんちゃうかね、お尻の方からちょっと内臓の方が見えたかもしれない、それぐらいのポーズはとってます。なるほど。そうなの。さあということで、今お三方のお話にもありましたけれども、はい、この写真集発売きっかけに、きっかけになった人を、早速ご登場いただきたいと思います。写真家のレスリー・ヒーさん、そしてアートディレクターの千原哲也さんです。拍手のお迎えください。すごいね、もう中で聞いたらもう話が終わったんじゃないですか。そうですね、大体話しましたね。話しました。さあレスリーさん、まずはこうやって発売記念イベントをこぎつけました。今感想はどうでしょうか。いや、何よりもね、さっき予定は15分かもしれないですけども、本当に来る前にジャルジャルの2人の活動をずっと見てたのね。で、2人の絆がやっぱりすごかったので、現場でね、2人のその仲良くするのその姿を見るときに、もう思わずにもっともっと2人の子供の時代の2人のような童心の心に引き出して撮りたいということになっちゃった。だからこの写真になったのは、2人が本当に兄弟以上仲いいから、それやっぱり世の中へと伝えたいなと思って、だからこういうふうに写真を撮りました。はい、なるほど、素晴らしい表情。長かったね。長かったよね。兄弟はね、ここは握り合わないです。普通はね。そうです。めっちゃ長い。さあ、そもそもきっかけとなった千原さん、まあ電話しましょうかの一言でこうなりましたけど、どうでしょうか。いや、あの時社長の鈴木さんね、出てくれてよかったですね。あ、そうそう。電話が出てくれてね。あれ出なかったらもう終わってたかもしれない。確かにそうなんじゃなかったかもしれない。半ば千原さん的には結構ノリで、半ば、いや、でもなんかやっぱヌードとかはやっぱりスタイリングして服着せても別にね、まあファッションモデルじゃないから面白くないし、やっぱヌードかなと思ったらこの人しかいないとかね。そう、でも多分普段ファッションモデルのヌードはしょっちゅう撮り慣れているところで、初めて芸人も撮りました。その組み合わせは新しいものになるんじゃないかなっていうのはね、まさになりましたよ、新しいものにね。ちょっと僕撮影中目頭熱くなるぐらいちょっと感動しましたけど、でもなかなか2人ってイケメンと思うし、イケメン2人芸人なかなか日本に少ないなと思った。だから私もラッキーと思って、まあ自分は大作のラッキーですよね。この2人で顔もいいんですけど、体もいいんですよね。そう、すごいですよ。我ながらいい体してますよね。そう、背のないね。これもパネルの方もね、よく見たら背伸びしてたりとか、実はポージングがめちゃくちゃしんどいんですよ。もう次の日も本当に動けないぐらい全身筋肉痛ですよね。事細かにポーズの指示、指の角度から何から、それこそもう股間の角度からこう変えられる。え、それこうやって触ってたんですよ。股間もですよ。僕ちゃんが股間ちょっともうちょっと伸ばしてって言われて、それはちょっとね、何かしら反復するしかないみたいな。こっちって言って触ってたんですよ。これただのヌード写真じゃなくて、やっぱりファッションのヌード写真しかないから、洋服着てないんだけど、洋服のような細かく全部ね、デザインされるから、それのために全て2人のね、指先までに細かく指示出しました。そうなんですよ。だから2人が粘土のような素材の粘土を彫刻するような彫刻家でしたよ。だからレスリーのこの仕事は本当にくたびれて、この全身力入らないから、ずっとね、普通に休憩してたら、そこも写真を撮ってもうて、それも聞いてたらページに載ってて、その時写真撮ってたんやみたいな。なるほど。全部がこう、あの時がページになったなっていう感じがしますね。さあ、ということで早速気になるですね、その中身なんですが、どんなふうに一体撮られたのかというメイキング映像がございますので、皆さんそちらをご注目ください。前のスクリーンに映りいただいてます。では前は撮ってください。それではメイキング映像です。どうぞご覧ください。これだけでもかっこいい。こ一番こうなんかちょっとこれ恥ずかしかったなみたいなのがまあいっぱいあると思うんですけど、やっぱ後半はね、もう麻痺してくるんですよ、はい、その前回やることも忘れるんですよね、だから最初の方ですよね、でも、そのやっぱりさっきも言いましたけど、お互いのをこう握り合ってくれって言われたとき、さすがにもうかなりもう心を鉄にして、確かにカチンでしたよ。ほんまに気合い入れてやりました。だから3戦目がこうテンション上がってるから僕は今逃げたんですよ、はい、でも次の日仕事の現場で会った時になんかめっちゃ恥ずかしくてなんかそれに触れるわけでもなくなるほど、そんな、お二人を撮ったレスリーさんどうですか、もうカメラ何よりもね、これは YouTube アップされてるんですけども、ずっと YouTube でいろんな知り合いと一緒見たりたまに一緒見たりする時もあるけど、改めて同じ現場で僕たち今一緒に見てることで、このメンバーたちも一緒にいることがあって、なんかまたこれは一つの歴史を作ったなと思って、本当に日本のその芸能界の中での芸人の中でのワールドの中で一つの新しいのなんか世界を作ったなと思った、何よりも本当にさっき言ったのね、2人がやっぱりパートナーとしてじゃないとできないことは、本当にそれは私から見るとすごい幸せと思う。それをパートナーなかなか世の中いないよ、自分の仲間ができるのは、本当に撮影できるのは、本当にすごい自分を幸せになりました、最後、倉本さんも、はい、チャレンジされてましたけど、そうですね、もう祭りですからね、誰でもやっちゃうかみたいな感じで、あれは見ることができないですか、作品は倉本さん、あれはですね、最終的にカットされました、いい写真なんですよ、股間部にお二人がね、こう顔を寄せて、そうですよ、すごいインパクトの写真で、あれはかなりレアなものになりましたね。なるほど、どこかでね、見られたらいいんですけど、千葉さん、こんなことになりました、あの一言で、どうですか。いや、僕はレスリーの撮影、結構ね、もう何十回も何百回も立ち会ってますけど、一番感動しました、一番見られた日はね、千葉ペア、なんか、どんなとこが特に。いやもうさっき言ってたお二人のね、その友情っていうか、そういうのがどんどんこう近づいていく感じが、もうだんだんもう本当に涙が出そうになってきて、はい、でこの人もあんなにテンション上がってるの初めて見た。多分ね、ファッションモデルも役者よりも芸人っていう器が広いから、私から見るとだから何でもやってくれるぐらいに二人がいてくれるから、自分が普段に頼まないのポーズ、ちょっと普通とか見るとすごく変なポーズと思ったりかもしれないですけども、2人がその不可能な中で可能してくれたのは2時間撮影が本当にいっぱい、私にとっては自分のライブコーナーではいっぱい新しいの永遠に残るの作品になりますよ。普段撮られてるモデルさんと芸人さんっていうやっぱ違うものなんですか。まずね、やっぱりモデルさんはファッション洋服がまず着るがメインでしょ。で2人撮りたいのはヌードよりも2人の中での広いの世界、無限な世界観を取りたいから、そういう言葉の表現よりも2人の体と2人のその感情、2人のその絆をどこまで作れることは、その今回の私の中でのチャレンジだなと思った、意外に難しいと言ったら難しい、だからすごい難しいなのか、実は重き一番なんか自由なのかっていう自分の中ではすごくその中でずっとどこまで私が狙っていけばいいなと思って、本当に 100% を自分も出しました。2人も 100% 以上出してくれたんだから、だからこうしてくれてきました。まあでも結局800枚以上とジャニーさん、そこまでの試合だってほんまにポスター1枚のための撮影ですよね。最初は。僕はスタジオで別の撮影をしてて、その合間にちょっとお邪魔してちょっとパシャパシャっと撮ってもらおうかなというやつだったんですよね。その合間に撮るはずだったのがもう2時間になってもうて。メインの撮影の人がずっとなんか控室で待ってるんですよ。みんなもう諦めてたよ。あ、そうか。そうそうね。そうだね。そう。これそもそも最初仕事引き受けた時はジャニーさんこれヌード写真集ということではじゃなかったんですか。ポスター撮影です。ポスターでまあ脱ぐか脱がんかぐらいのそんなニュアンスでした。そうそう脱いだらおもろいかもねぐらいの感じだったね。ああいうことをするという心づもりで言ってないわけですよ。だからその学園に入った時まさか2時間後あんなことになってたもんね。服脱ぐとも思ってないですから、言うたらそうです。だからあれよあれよという馬なんですよ。えらいもんでね、撮影終わったからジャルジャルが一回りすごくなりましたからね。そうですか。ええもん。からゲーム俺ずっと見てるから明らかにあっからターニングポイント。ああそうですか。ジャルジャルさん脱いで変わったんですね。変わった変わった。やっぱ女優でも脱いで変わるんだ。はい。女優さん脱ぐとかいろんな節目がありますけれども、お互い脱ぐことによってお互いのすべてを知ることによってもうボケとかツッコミとかの関係じゃなくなりましたね。今じゃ関係性は何なの？人間と人間です。でもまあお互いね、見せ合うなってことは、例えばお互い同級生で、まあ高校からの友達で、まあそれこそラグビー部合宿とか、まあ僕も普通に何回も一緒に銭湯も行ったことありますし、全然もちろん知ってるし、特徴も知ってるしみたいな。でもやっぱり触るっていうのが初めてで、そこはやっぱりびっくりしましたよね。だから全然違う次元に入ったわけですよ、関係が。なるほど。じゃあジャルジャルのお二人もそういうちょっと変わったなっていう。そうですね。親友ってなんなのなと思いましたね。なるほど。はい。お前ら触り合ったことあんの？そういう意味でもなく、そこまでさらけ出したか。そうそうそう。そういう意味じゃない。相手の顔を噛んだことあるかとか。そうそう。いやそれがまあほんまの親友なんかなとか、親友の概念がなんか分かんなくなりましたね。この撮影が。なるほど。だからもう今一度皆さん親友と呼ばれる人と。確かめるのもいいかもしれませんけど、レスリーに変えてもらう。あ、そうですね。本当に。でも2人のあるもしかしたらどうかに微妙に壁がずっとあったかもしれないじゃないですか。ひょっとしたらそれがきっかけなのかもしれない。この壁が破れたみたいな。我々クリエイターとかアーティストはやっぱりいろんな壁があるから壁破っていくのはアーティストのミッションかもよ。そう。だから私も本当にこういうふうにさせてくれて本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。いや改めまして素晴らしいですね本当にね。さあ倉本さんそもそもこの写真集発売きっかけとなったそのアップグライブ。そうですね。アップグライブって名付けてるんですけども、本当にその完璧に即興で何も決まっていないところからクオリティ高い笑いを生むという瞬間をですね、お客さんの目の前でやるということをもう7回やってるんですね。はい、お客さんからですね、言葉をトランドにもらって、形容詞の名詞のようなものを皆さんから紙に書いてもらったものを箱に入れて、ガサッと混ぜて、2つ出てきてできた、今まで世の中になかった言葉になるんですね。例えば、みずみずしい、宇宙人みたいなことになっちゃうんですよ。そのタイトルが決まった10秒後に2人はコントを始めなければならない。打ち合わせも何もなしで、暗転して、名店なども始まるっていう。照明と音楽を、まあ、僕はつけながらですけども、その感覚で最終的に面白い感じで終われるっていうのを、はい、まあ1回の90分のステージで12本ぐらいやるんですよ。12本で、それがその、打ち合わせの内容になんでこんなことできるのかっていうことの、ね象徴がやっぱりこのヌード写真で2人が裸になって触れ合ったっていうことでグッとね、もう本当にもうなんていうかね、テレパシーで面白いものを作れるようにどんどんなってますから、はい、ジャルジャルすごくなりますよ今年から来年。はい、オリンピックの年とか本当にもう新しいスーパーお笑い芸人になってるみたいですよね。スーパーお笑い芸人と思います。子供じみた表現です。はい、若干ね、そう若干ね、ドラゴンボールの世界でまた金髪なのあの時代に。さあということでございまして、まだまだお話伺いたいところではございますけどもですね、そろそろお時間を迎えてまいりました。ジャルジャルの写真集発売記念イベント、これにですね終了とさせていただくんですが、この後13時から、皆様、写真集の販売会を、13時から大丈夫ですね、13時から行いたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。さあそして、まだ倉本さん、これライブツアーで先行販売と。そうなんですよ、ライブツアーだけでしか買えない状態なんですね。そうなんですね。ですから今日皆さんね、本当にサインもありますしね、してますから2人がぜひご購入いただきたいのと、来年にかけてですね、いろんなその本屋さんとか全国に流通できるようにネット販売とかいろいろしていこうと思うんですけどね、今日特別なんでね、皆さんほんま見てください。めちゃめちゃいい写真集。本当にね、想像以上だから。写真集として素晴らしいんですよ。はい、ジャルジャルとか関係なく見てもらっても、究極じゃん。本当にそうなんですよ。めっちゃ綺麗だ、めっちゃ綺麗。写真が素晴らしいの。本当そう。ただの写真なの、しかもデザインも入ってたりとか、本当に写真がかっこいいんですよ。そう、千原さんはね、デザイン的にグッと出るような写真にプラスアルファして、いや、すごいいい本ですよ。いい本ができたからね、感じなので、飽きない、見てたら飽きない、何回見ても面白い。そうなんですよ。だ何回見ても発見があるし、結構パワーいりますよね、見るので、なんか一枚一枚すごいから、そうだからもう、毎日見るとかじゃなくて、たまに5、1回見ると、結構疲れるんですよ、見て疲れる、パワーがすごい、全部がメインになりそうな写真、本当に。海外でもね、発売して、知らん人間がこの写真集がすごいっていうのを買ってて、あとで、あれ芸人だったんだってね、タイムラグでびっくりするみたいなことを言うたらいいなと思うんですよね。ということで、今日は皆さん、特別にプレミア先行でですね、発売会がありますので、後ほどそちらを買い求めください。よろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、本日お集まりいただきました、倉本さん、そしてですね、池井さん、千原さん、そして、ジャルジャルのお二人でした。どうもありがとうございました。